今日は私ですね、常々思っていること、特にコロナ禍と呼ばれる3年間を経て、言いたい。これが言いたい。もう個人的な意見ではありますけど、言いたい。多分ね、多くの不要不急と、あのコロナ禍中に、こう、そしられた業界で働いている人、同じ気持ちの人、多いんじゃないかなと。いや、僕だってセミナー業だったし、それから、まあ、焼肉マフィアもね、 コロナ禍にオープンしたんで、もう不要不急の代表格みたいに言われたわけですよ。不要不急学びと食が不要不急だよ。いや、それは家で食べれるよ。確かにおっしゃる通りよ。もうで学ばないでも生きてはいけるよ。そんそうよ。でもさ、外食する喜びとか、人と出会う。だって外食がなかったらどうやって人と出会うのどこで会うの、ね、久しぶりに会う人とどこで待ち合わせすんの自宅 会ってんじゃん。人と会ってんじゃん。なんでそれを外食で会っているだけでダメなそれ見えるだけじゃん。ねえ。学びが不要不急よく言うたよ。本当に。そんなことやってて日本の未来大丈夫なのダメでしょ実際日本って世界で一番大人が学ばない国。だから労働生産性が唯一伸びていない国で経済で苦しんで 子供たちの未来が危ないわけでしょもう不安っていっぱいじゃん今学生さんとか。ねえ、不安で不安で二十歳からちち貯金とかしてんだよ。何それ二十歳で不安ってやばないこれを二十歳で不安ってその子のせいなん違うでしょ自分よりも10個上とか30代とか40代とか50代とかを見て不安がってるんでしょそれ作ったの誰ですかって私は言いたい。 ねえ、やっぱ学び続けてね、挑戦し続けてる大人ばっかりだったら、不安なんか持たないじゃないですか。そんななんか、不要不急って言いやがったよ。教育のこと。外食のこと。俺ね、まあ不要不急って言った犯人探しをしたいわけじゃないけど、でもある意味、日本っていうもうばっくりした全体の社会の雰囲気が犯人だ。 もし犯人だとするならば。ほら、それに対して何言ってんだと。改めて今言っても炎上しないから、もう今言う。もうだってコロナ禍中ってみんな頭おかしくなってんだもん。何でも叩けみたいになってたからさ。あの時誰も冷静に判断してくんないんだもん、情報に対して。もうひどかった。 えねえあの頃にアンチ YouTuber もわーつってね、あの、教育業のことを責めて、自己啓発業界の親玉みたいな鴨頭を責めまくって、そこにもうアホみたいにコメント欄にね、そうだ、潰せ、潰せ、みたいに、勉強しない族が群がってるよ。あの時にね、発言すると本当に危なかったので。でも今少しね、みんな冷静になってきてると思うし、まあただ、ボーイシリーズなの方はもともといけてるからな。あ、でもまあ、共感もしてほしいんで今日は言う。 うん、ちょっとね、具体的な、ここまでちょっと感情的に言ったんで、ちょっと論理的に言います。オンラインサロンカモビズの記事を紹介します。えー、まずはね、日刊カモガシラタイムズ2月29日、東京ディズニーシーについて語っております。まあ、ちょっとかいつまんで言いますね。東京ディズニーシーでですね、2024年6月の6日から新しいエリア、 ファンタジースプリングスが、えっ、ー、と、開業っていうのするんですよ。もうね、投資総額3200億円っていうとんでもない、過去最高のプロジェクト、東京ディズニーランドで。それがオープンするんですけど、その、えー、入場料が発表になりました。なんとその入場料、大人1日券、えー、これ変動制なんだけどね、22900円から25900円。そして、 4歳から11歳は19700円から2600円でございます。どうですか小学生からも2万円取るのです。ワールドワイドな企業、大企業は生ぬるくない。よく言えば日よってなどない。夢の国はやってるぞと。我々はどうだろう不要不急ビジネスで大人相手に ひよったビジネスやってないか。不要不急って言われてんだぞ。エンターテインメントは。堂々と取ったらいいじゃないか。不要不急なんだから。すべての人が買わなくていいって、世の中が認めてるんだから、特別な人、欲しい人だけが買えばいいんだから、堂々と価格をつけたらいいじゃないか。そういう記事でございます。もう一個いきます、今日はね。3月の2日です。 J.R. あじゃじゃだから三月です今日のね今日の朝出たばっかりのやつ出していいんかな出すわ。J.R. 九州が進める脱鉄道会社のホテル高級路線に変更です。まあ中身はもうもうシンプルに言いますわ。スタンダードが一泊二万九千円、インペリアルスイート一泊五十五万円。いいですか。元国鉄 J.R. がこの決断をしているってことです。しかもよ。 JRQC はこのホテルの運営に対してアメリカの、まあ、世界最大のマリオットグループとフランチャイズ契約を結んで運営オペレーションをお任せしております。いいですか世界に1億8000万人以上の会員がいるマリオットの看板を借りて営業する。元国鉄がこの決断をしてるんです。僕はこう書きました。シンプルに言おう。 癒着と値上げだ。コロナ禍で不要不急と蹂躙された業界で、お容器のいいザレ事を言っていて、自分のビジネスと従業員を守れるのか。我々はビジネスをやっているのだ。お上品なままごとをしていられるのは、人口増加期の後継期ビジネスの時だけだ。しかも、今後は開かれた世界になり、ビジネスは世界と戦うことになる。 よく考えてみてくれ。お客様は日本企業だから買うわけじゃない。あなたも Amazon で買っているだろう。誰も守ってなどくれないのだ。自力で強いブランドを作るか、癒着でブランドを借りて値上げをするのか、どちらかを選ばなければならないのだ。そんな風に2巻カモガシアタイムズでオンラインサロンメンバーに発信しております。そうじゃないですか。 僕ら不要不急なんですよ、ね、え家に閉じこもって死なないんだったらお前らいらないって言われたんですよじゃあいいじゃないですか富裕層向けのビジネスをやったって小学生から2万円取ったって夢売ってんですよ小学生から2万円取っていいじゃないですか。 誰にも文句言われる筋合いなんかないですよ。ヤフーニュースとかのコメント欄には高すぎるとかね、こんなの夢の国じゃないとかって、夢を売って、何、金、金儲けしてんのかしてるわじゃなかったら作れんのかっていう。3200億円、誰の原資なんだ。誰か一人のポケットマネで,でやれるか、夢の国。そんなこともわからない大人が多いんですよ、この日本は。だから覚悟を決めてやりましょうっていうことを僕はオンラインサロンメンバーに言っております。 我々は不要不急なんだから、誰が何と言おうと、それを欲しいと思ってくださるお客様のことしか考えなくていいんです。いつだって文句を言ってくるのは買わない人なんです。買わない人の意見など聞いてはなりません。それでも買いたい。そういうお客様のことだけを考えて、値決めをしたらいいし、どうしても自分のブランド力では値上げができないなら、 癒着をしたらいいですもちろん利益率は下がりますよでもそれでもブランドはもっと強いんですもう考えてくださいディズニーがブランドになるためにいくらコストをかけたのかコカ・コーラがブランドになるためにいくらコストをかけたのかルイ・ヴィトンがどれだけのコストをかけて今もかけ続けているのかそれをお借りするんだから支払うのは当然ですあなただって自分の努力とか自分のクオリティそれに お客様にお金いただくんですから、それは僕たちもリスペクトして自分たちも素晴らしい人にはお金を払うのが非常に公正な取引だと僕は思っております。まあ、そんな風にね、オンラインサロンカモビズではビジネス思考力を積み上げるという訓練のために日経新聞の一記事を読んでもらって、その記事から 鴨頭はこんな風にこの記事を読み取って自分のビジネスに転用しているよっていうヒントをね、毎日書いております。すごいよね。えー、それを見ているだけでちゃんと自分のビジネスの思考力が積み上がっていく。そんなオンラインサロンになっております。やっぱね、誰にも奪われないのはお金じゃないです。お金だって急にね、コロナ禍みたいになると減るから。でも、自分の中に溜まった思考力という資産は誰にも奪うことができません。 え、それを積み上げていけるオンラインサロン。毎月1日2日3日の3日間だけが入会タイミングで今日2日なので入会できますので、え、このチャンスをつかみ取って自分のビジネスをもっと発展させてほしいと思います。なんかね、世の中の風潮に流されないようなそういう強い思考力を持つためにもぜひオンラインサロンカモビズ活用してください。 ということでですね、今日はちょっと前半暑くなりすぎたんで、後半ね、ちょっと論理の方で、えー、え、押さえてきましたけれども、不要不急って言われたよ。めちゃめちゃ言われた。もう、この時期にセミナー行くなんてなんだって。あの、正直言いますね、脅迫の電話とかが会社にかかってきてたんですよ。コロナ禍中って怖いよね、人間って。大人が一生懸命勉強してるだけじゃん。いや、それはもちろんコロナ禍中だからね。あの、気をつけなきゃいけないよ。 でもそんなん気をつけてやればいいじゃん。だって、今だってコロナあるのに、こんなにみんな自由にやってるのに、まああの頃はね、わからなかったからっていう人いるんだけど、本当ですか ある程度分かってたんじゃないの高齢者しかね、かかってないとか。死亡者の人数はね、アメリカとかヨーロッパは、白人の人はね、すごく死亡者多かったけど、アジア人はね、ほとんど死んでなかったわけじゃないですか。全く死ねえ、そらお亡くなりになった方もいますけど、そんなこと言ったら車の運転やめろよって話じゃないですか。インフルエンザの時なんで学校とか飛べないんだって話になっちゃうじゃないですか。 ある程度のリスクは受け入れているから、ね、これ人類は進化しているわけだから。もうでもあの時はもうそんなの通用しなかった。もう愚痴やめよう。これ話長くなるから。もうね、せっかくね、みんなが元気にね、いろんな人に会いたい人に会えるような社会になったんだから、もう堂々と自分のビジネス価値があるって思うんだったら、自分でその価値づけをちゃんとネギめにも反映させましょうよ。ね。 癒着もやりましょうよ。いいじゃないですか。ビジネスなんだから。ビジネスにそんなね、モラルばっかり追求してたら縮こまって、全部アメリカとか中国にお客さん取られちゃうよ。ねえ、今インターネットで、皆さん何の、どこの,あの国のスマートフォン使ってますかねえ、皆さんどこのプラットフォーム使ってるんですか検索するときどこの国の使ってるんですかねえ、おしゃれしたいときどこのブランド、どこの国のブランドの服買いに行ってるんですか 日本じゃないじゃゃなないいですかお行儀のいいことばっかり言ってて批判ばっかり恐れていた結果でしょうこれがねえ、まあ、ねまた熱くなってきちゃったえー、っとねクールにきクールっていうかねもう熱くなるよねなるもうみんないい仕事してんだったら堂々とやろうよそれを言いたい え、オンラインサロンカモビズでは、そういうことをもっと具体的に毎日、スリ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 、メンバーさんにすり込むようにちゃんと教育しております。本当にね、情報を、どんな情報を受け取るかで、やばって私たちの行動変わっちゃうので、いい情報を獲得するように頑張っていきましょうよ。無料の情報って本当にね、汚れてるしね、間違ったこととか嘘っぱちとかいっぱい出てくるので、やっぱり有料のところで情報、質の高い情報はそこに流れているので、しっかりとそれを受け取ってくれたら嬉しいです。 ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいねーちょっと愚痴が多くなってごめん